スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、石井のメンタルタフネスへの道。皆さんこんにちは、カウンセラーの石井です。私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたり、ストレスとの上手な付き合い方など、心がちょっと軽くなったり、へこんでも上手な立ち上がるコツ、そんなところをお話ししていく番組です。メンタルヘルスということでですね、ここのところちょっとうつ病の話なんかも、立て続けに何回かさせていただいてますけれども、ご自分のね、ちょっとあれ調子おかしいなというところでのお話を中心にさせていただきましたが、今回はですね、ちょっと周りの方、特にご家族の方なんかがね、一番あらちょっと主人どうしたのかしらとか、あれなんか最近うちの人おかしいなみたいな、一番気づきやすいのって実は周りの方かもしれないですよね。なので、周りの方がですね、あれなんかちょっと疲れてるように見えるなとか、調子悪そうだな、どうしたんだろうな、別にね風邪ひいてるわけでもなさそうだし、なんか大きい病気っていうわけでもなさそうなんだけれども、でもなんかいつもと違うな、どうしたのかな、そんなような時に周りの人、あれひょっとしたらうつ病じゃないかしらみたいに思われる方もいらっしゃると思いますので、ちょっと周りの方がそういうのに気づいた時にじゃあどうするかみたいなお話を今回はさせていただこうと思います。石井のメンタルタフネスへの道。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す。タカラコーキはそんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、タカラコーキ。石井のメンタルタフネスへの道。なんか最近疲れてるように見えるわとか、あれ最近ちょっと前と違って少し塞ぎ込んでるような様子があるけどどうしたのかしらみたいにね、周りの方が意外とね、あれちょっと違うなって感じている方、そういうのも結構あると思うんですね。で、自分自身がそういう家族がね、行った時にじゃあどうしてあげたらいいのか、どんな風にしたらいいのかなって思われる方もいらっしゃると思うので、今日は少しそんな話をさせていただきたいと思ってるんですけれども、まずはですね、例えば、先月ですかね、うつ病のサインみたいな感じで、食欲が減ったりとか、あるいはなんか前はね、趣味のゴルフとか釣りとか、そういったのを楽しんでたのに最近そういったのが、楽しめなくなってきてるとか、あるいはなんか寝れないみたいなことを結構口に出して言ってるっていうように、サインをねお伝えしましたけど、今までと違ったね、そういう行動が、言動がね、出てくるようになります。
で、もちろんご本人もすごく不安でしょうし苦しいんだと思うんですけれども、そういうご家族の方が気づいた時には何をして差し上げるのが一番いいのかというと、まずはですね、ゆっくりとその、ね、安心できる場、家の中だったらそういう自分の不調を安心して伝えることができる、ゆっくり休む場があるっていう、そういう安心できる場所っていうのをまずはね、提供してあげる必要があるんですね。で、ちょっとしたそういう変化に気づいたら、なんか最近前と比べて食が細くなったみたいだけどどうとか、なんかちょっと顔色があんまり良くないように見えるけど何かあったの、なんかあったら話してみたいに、まずは話を聞いてあげること、これがご本人にとってはすごく大事だと思いますので、普段はねほとんど、まあ例えばご主人が仕事の話をしないとか、そういう方結構多いと思うんですね。仕事と家庭をこう切り分けて家に仕事を持ち込まない主義みたいな方もね多いと思います。なので奥様がそういうふうに言って差し上げたとしても、なかなかいや何でもないみたいにね言う方も多いと思うんですけれども、だとしてもやっぱりでもちょっと調子悪そうに見えるから何かあったら話してねっていう感じで、お話ここではしていいんですよっていうようなところを受け止めてあげられるような伝え方、ぜひね、していただきたいと思います。話を聞いてあげる、これがまず最初に本当に大事なんですね。で、さっき言ったようにね、だとしても結構やっぱり口が重くって話してくださらない方も中にはいらっしゃいます。で、そういう時はね、あんまりこう無理やりどうしたのどうしたの何があったのっていうふうにこう問い詰めるような話をするとですね、逆にやっぱりすごく苦しくなっちゃうと思うので、そういうことはなさっていただかなくていいんですね。ただ話したくなったらいつでも話してねっていうようなこう形でそっと見守るっていうんですかね、そういうようなスタイルで、少し声かけをねしていただきたいなと思います。で、周りの方から見て一回目そういうふうに声かけるじゃないですか。で、分かった、ありがとうっていう感じで、その時はそんな感じでね、あんまり深く話をなさらなかった方が、やっぱりでも、一週間経ってもね、ずっと塞ぎ込んでるとか、なんか調子悪そうにしてるとか、っていうふうになった時には、多分前回もお話ししましたけれども、やっぱり早めにね、ちょっと病院っていうところも進めてみてあげてほしいかなと思うんですね。で、やっぱり病院行くのってすごく敷居が高いとは思うんです。特に一人でずっと悩んでいらっしゃる方ですと、自分がそういうふうにまさかなるとは思わないとか、こんなことでへこたれてるなんておかしいとか、そんなふうに思ってですね、なかなか病院皆さん行かないんですけれども、例えばね、うつ病じゃないのっていう感じで言っちゃうと余計にね、いやいやそんなことないよ、全然大丈夫だからっていう感じで、かたくなにこう病院逆に行きたがらなくなっちゃいますから、そういうのではなくって、例えば体の調子が悪くってちょっと食欲がないとか、あるいは最近なんかちょっと寝つきが悪いとか寝れないとか、あるいは早くに目が覚めちゃってそれ以降ずっと起きちゃうとか、そういう体のしんどさをちょっと病院で見てもらったらっていう進め方を私はお勧めしてるんですね。なので、寝れないんだったらちょっとね、そのまま行くとね、本当にしんどいだろうから、ちょっと病院で見てもらったらっていう感じでね、おすすめするようなことがいいかなと思うんですね。で、疲れがずっと抜けない状態だと、
心配だし、それこそね、本当に何かあった時では遅いから、やっぱり、しんどいんだったら少し見てもらったらっていうふうに言っていただくっていうのがいいと思うんですね。で、これもやっぱり別に精神科とか心療内科とかそういうところに行くというよりは、まあ結構大きいね、そのところの病院に行って、総合診療科みたいなところがあれば、まあそういうところに行ってご相談されるっていうのも一つの手です。で、そうすると、例えば寝れないというのが別の病気のせいでね、うつ病じゃなくて全然違う別の病気が見つかる可能性だってありますし、食欲不振というのもね、ちょっと胃がね、なんか不具合生じている可能性だって当然のことながらありますし、寝れなくって食欲不振イコールうつ病というわけでは全くないので、そういう意味でもね、早めにお医者さんに、どこでもいいので内科ですとかそういったところでもいいので、少し見てもらう。で、内科に行って何もないですとか、そういうふうにいくつか行っても何もないです、特に体的には異常はないですっていうふうになったら、やっぱりじゃあちょっと心療内科行ってみようかなとか、精神科医紹介してもらおうかなみたいな、そんなふうな感じでも結構だと思うんですね。なので、やっぱり体がしんどいというところをまずはサインというふうに受け止めていただいて、受診というのがいいかなって私は思ってます。で、ご家族の方がですね、もしそういうふうに気になって一緒に病院なんか行って、で、まあうつ病ですみたいに、じゃあ診断されましたっていうふうになったとしたら、これどうするかっていうことなんですけれども、まあ基本的にはですけれども、本当に見守るというかですね、そばにいてあげる、もうこれだけでも大きな心の支えに、まずなっていることは絶対です。なので周りの方がですね、あまり、例えばなんでこんな風になっちゃったんだろう、会社のせいかしらとか、上司のせいかしらとか、もしくは自分が悪かったのかしらっていうような、原因探しをするっていうようなことを結構やっちゃう方も多いんですけれども、そこよりは今辛くなってらっしゃる方のところに寄り添って、支えてあげる、ここに注力していただきたいので、原因は何なのかっていうところをあまり突き詰めてやっていただくというのは、この段階では私はあまり必要ないかなと思ってます。で、変に励ますっていう必要性も、これもそれほどやっていただかない方がいいと思ってます。特に責任感が強くてですね、一家の大黒柱のような方ですと、俺がねこんなことでこう倒れちゃって仕事も申し訳ないし、家族にもね世話になっちゃってっていうので、すごく自分をこう責めてらっしゃる方も多いと思うんですね。なので逆に、そんなに頑張ってくれてるから、しばらくゆっくり休んでねぐらいの感じでお伝えしていただいた方がよくって、かえってね励ますことで、そこにこうできてない自分との対比みたいのがねあると、余計苦しくなっちゃうんですね、ご本人は。以前はちゃんとね、バリバリ仕事ができてたのに、こんなことで、倒れちゃった自分がね情けないっていうので、余計自分を責めるようになる。で、余計に自分責めちゃうと余計苦しくなって、余計に症状が悪化してくるみたいなケースありますから、無理やりね、そういう励まして、大丈夫だよとか、なんていうの、頑張れみたいなとこよりは、ゆっくりね、今は、先生の言うこと聞いて、ゆっくり治そうね、焦らないでねっていうようなスタンスでお話ししていただいた方がいいと思います。で、大事なのはですね、なんていうんですかね、腫れ物に触るようにこう声かけるのも声かけづらいとか、あるいはですね、無理やりこう元気にこう気分転換させようとして、
あえて旅行とかね、どっかパーッと飲みに行こうとかね、なんかこう、なんかやった方がいいんじゃないかなと思って過度になんかやっちゃうケースと、逆に腫れ物に触るようにこうそーっとしておいて全然会話もしないみたいなね、そういう両方極端なことはやらない方がいいですね。はい、そうではなくって、家では本当にごく普通に過ごしていただいた方が、いいと思います。で、やっぱりこう、なんていうんですかね、心のエネルギーがすごく消耗している状態なので、なんか楽しみことを、例えば映画見に行かないとか、せっかくのお休みだからちょっと外食しないっていうふうに言って、でまあ、本人はね、じゃあその方が気分転換になるし行こうかなと思って行ってもですね、やっぱりこう楽しめなかったり、むしろこう疲れちゃったりっていうようなこともありますので、それはですね、そういうことがあると余計に自分を責めるっていう悪循環になったりっていうこともありますから、まあ、ご本人の状態を見ながら、それからお医者さんと相談しながら、そういったことはやっていただく必要性があるので、無理にね、元気づけようとか、もしくは何もこうできないから、何もこう話しかけられないからとかいうのではなくって、ご家庭内ではごく自然にいつもの通りにっていうようなところをやっていただきたいなと思います。先へのメンタルタフネスへの道。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。主婦が夫に内緒で出かける場所といえば、驚きの鑑定結果はご自身でお確かめください。ご家庭に眠っている香木買い取ります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-4105。 お香のことなら香木査定で検索。先へのメンタルタフネスへの道。それからもう一つお願いしたいのは、大きな決断、これは先延ばしにしていただいた方がいいですね。というのは、うつ病っていう状態はですね、脳のエネルギーがすごく消耗しちゃってるんですよね。ということは、脳がきちんとこううまく機能してないというようなことがあったりしますので、正常なね、判断というのをなかなかこうできないような状況になったりもしています。なのでね、例えばですけれども、こんなね、みんなに迷惑をかけてるから、もうすぐ辞めるとか、あるいは離婚するとかね、なんかそういう大きな決断を自分を責めることで言ってしまったり、やろうとしてしまったりということも、まあ、あるにはあるんですけれども、そういうこともですね、そういう、なんていうんですかね、ネガティブな発想、悲観的な発想は、普段しないのに、そういう時はそういうふうにしてしまうのも、脳のエネルギーが消耗しているがために、そういう発想しか頭に浮かばなかったりとか、そういう言葉がつい出てしまうということがあることもあるんですね。なので、
あんまりね大きな決断をこうポロッとこう言って、それに乗ってじゃあそうしようっていうところではなくて、もう少しゆっくりそういったこともじっくり考えようよっていうふうにしていっていただいた方がいいです。それから、受診お医者さんに行くときにはできればね、付き添って行っていただいた方がいいかなと思います。ご家族の方はね心配もしてらっしゃると思いますので、まあ、ご本人が嫌じゃなければできるだけ一緒に付き添っていただいて、特にお医者さんが何を言っているのか、どんなところに気をつけたらいいのかっていうところを一緒に聞いていただくのがとても有効ですね。で、ご本人本当に疲れてらっしゃったりとか、先生が言ってることを何て言うんですかね、こうきちんと受け止められないということもあったりもしますので、そういう時のためにもですね、付き添っていただいて、主治医の先生のお話なんかをしっかりと聞きながらですね、その先生の指示のもとでやっていただくというのが一番大事ですね。で、例えばお薬なんかをねこう処方されて、こんなにずっと飲み続けて大丈夫なのかしらとか、ご本人も心配でしょうし、ご家族の方もねこんなに量飲むんですかとか、すごく不安になる方も多いと思いますので、そういったのもねしっかりと先生とご相談しながら、進めていっていただくのが一番いいと思います。あとはですね、そうですね、やっぱりうつ病となりますと、ものすごくうつで、もう本当にベッドから起き上がれないぐらいのところからちょっと回復してきて、結構波があるんですね、うつ病っていうのは。なので、ちょっと元気にはなってきてるんだけれどもっていう時に、逆にこう、だからこそこうみんなに迷惑かけててもう死にたいみたいにですね、自殺を口になさる方も中にはいらっしゃいますので、もしですねそういうことを口に出して言うようになったら、これはちょっと注意して見ていただいて、できるだけですねそばで、一緒にいてあげるようにして、もしですね本当にですね自殺未遂に及ぶようなことが、ないとも限りませんので、早めにお医者さんの方に、そういった時にはご相談に行っていただいたりとか、そのようなことをやっていただきたいかなと思います。それからはい、実はですねうつ病とすごく似た症状で双極性障害、双うつ病って聞いたことありますかね。はい、実はそういった別の病気が隠れてることも、まあ、中にはあるんですね。なので、できるだけうつ病というふうに診断された方はですねご家族の方に、そばにいていただいて、状態というのを見ていただいた方がいいと思います。で、この双極の場合はですねうつの状態の時には辛いのでね、病院にご自身も行くんですけれども、実は回復してきたと思って双の状態にこう入ってくるとですね、あ、自分元気になったと思っていただいて、もう大丈夫と思ってお医者さんに行かないことがあります。で、これは実際に私の知人であったんですけれども、その人もですねうつ病というふうに診断をされて、で、私すごく親しかったので、まあ、その時にはですね、お家からもやっぱり出るのもしんどいみたいな感じで、食べ物とか、あとお水とか飲み物とかを、まあ、代わりに買い物に行って届けてあげて、みたいなことをやったことがあるんですね。で、その方が、しばらくしたらですね、もう治った、元気になった、ありがとうっていうような連絡が来て、いや、そうなんだ、よかったねっていう話をしてたんですけれども、そういう話をしてたらですね、そのうちに気分転換にちょっと家じゃなくってホテルとか泊まってくるねみたいに言い出したんですね。
で、そうなんだと思って、すごい元気になったなと思って、よかったなと思ったんですけれども、そういう泊まってるホテルとかもですね、結構こう、なんていうんですかね、有名な、すごく高級なホテルにこう、泊まり歩いたりとか、あるいは、そろそろちょっと復帰しようと思っていて、洋服買ったんだ、アルマーニとか、シャネルとか、なんかね、以前とちょっと違う、言動を今度しだしたんですね。そういう高級ホテル泊まったりとか、高級なブランド物をこう、買っちゃったりとか、あるいは結構夜遅くにこう、電話かかってきて、こう、バーっとこう、ひとしきり喋るとか、あれちょっと違うなみたいな、そういう状態だったんですね。で、これひょっとしたらうつ病ではなくって、そっちの双極性の方かなっていうふうに、私は心配したので、で、それを含めてきちんともう一回お医者さんに見てもらった方がいいよって、元気になって、ここまで元気になったから復職していいですかっていうような、普段のその、あなたがやってる、ホテル泊まったりとか、こういう買い物とかして、私とっても元気だから、そろそろ復職したいですっていうふうにお医者さんに言ったらっていうようなアドバイスをしたんですね。で、それはやっぱりそのうつ病ではなくて違う診断かもしれないなというふうに私が疑問に思って言って、で、あ、そうかなって、本人もじゃあそろそろ復職したいなとちょうど思ってるから、復職のその書類書いてもらおうかなっていう感じで、お医者さんに行って、すごくいい方だったので、そういうふうにですね、お医者さんにちゃんと言っていただいたらですね、お医者さんがやっぱり双極性の方の診断をつけて、別の薬が出たっていうようなケースもあります。こんな風に、実は、うつ病だっていう風に診断されても、元気になるのと、良くなるのと、実は違う、状態っていうのが隠れてたりするんですね。で、特に私が今言ったような、双うつの方になってくると、本人は元気だと思ってるんですよ。本人とっても元気になって良くなったって思ってるんですけれども、なので本人は気づかないんですね。で、周りの方はでも気づけるんですよ。だからこそ周りの方がですね、気づいていただいて、あれ、ちょっと以前にも増して、違う行動を取ってるなっていうふうに思ったら、その時にももう一度病院をね、進めていっていただきたい。こういったことができるのは、やっぱり周りの方のサポートがすごく大事なんですね。なので、ご家族の方が、しっかりですね、サポートをしていただくっていうのは、とっても必要になってきます。先へのメンタルタフネスへの道。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集しています。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道。うつ病っていうとちょっとね、難しいなとか、どうしたらいいんだなっていうのがすごくご本人も悩まれますし、ご家族の方も悩まれますけれども、私も何人かの方こうお話なんかさせていただきますけれども、決して治らないというものではないです。
治らないものではないからこそ、しっかりと治すためには、自分だけで何とかしようというものではなくって、ぜひ周りの方、お医者さん、もしくはご家族、もしくは、お友達、誰でもいいんですけれども、周りの方のサポートも、必要で、自分自身で何かしようということではなくって、そういう人たちとしっかりと、サポートをしてもらいながら、良くなっていくというようなことをやっていただきたいなと思います。いかがでしょうかね、皆さん、先月も今月もちょっとうつ病のことでね、聞いててちょっと嫌だなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、少しねそういったところ、お伝えしながらこういうメンタルヘルスの情報を、毎月第4水曜日にお話をさせていただいています。ではまた、来月お会いしたいと思います。ありがとうございました。